事が一時ストップですよ。まあ、なんでね、また前回に続き、ちょっと巨大丸々をシャツケに行こうかと思います。まあ、雨の感じがね、まあ、ちょっとまた弱いけれども、まあ、いけるっしょ。まあ、とにかくちょっと一発、行ってみましょう。レッツ。フィッシー。増水パターン、ここにね巨大丸丸が潜んでますんで、これを今日ケータで行っちゃおうかなと思うわけですよ。それでは行きましょう。寒がいる、口パクパクしてる。4ぐらい全部6、7、10ぐらいあるわ。これ反応するかどうか。うわぁ、そう、早まった。ちょっとあまりのデカさにビビってしもうた。やーべ、もうこんかもしれん。
ったぞっていう感じで、こうやっぱ増水の時っていうのは、まあ、それに流されたベイトがおって、それを食べてくる魚がおって、そこに大物をついてくるっていう、まあ、釣り師にとっては最高の環境なんでね、まあ、今みたいな感じで皆さんぜひこの梅雨時期を楽しんで過ごしてもらえたらいいかなと思います。それでは、はい。